はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしに自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえるように頑張っていきます。そしてね、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、最近また新たな症状が出てきましたね。硬いものを飲み込むと喉が痛いです。で、飲み込むのと同時にちょうど右の肩の後ろの肩甲骨の表面の筋のようなところにビリッと痛みが走るといいますか、飲み込んだと同時に、物が通ったと同時にビクッと激痛までいかないですけど、まあでも激痛かな、痛っってなるんでね、という症状が出るようになりました。まあ喉が最初痛かったっていうのがあって、まあその2日後3日後ぐらいかな、そこからなんか肩の肩甲骨の表面が激痛が走るようになってきて、まあこれもいろいろネットで調べたんですよ。飲み込む時に喉と背中が痛いというふうなあのキーワードに調べたら、 逆流性食道炎じゃないかっていうふうに出てきたんですけども、まあでも僕の体からするとこれも GVHD拒絶反応副作用と考えられると思います。まあこれはただただ自分の素人目の、ね、推測なんですけども、まあこれはちゃんと先生に報告して判断をいただきたいと思っております。やっぱ気持ちよく食べれてたのになって、口の痛みもね、まあある中、まあ同じような粘膜障害でしょうね、きっとね。逆流性食道炎っていう言葉はまあ正しいのかどうかわからないですけども、調べたらそうだった。でも僕の体はまあね、その普通の人と違うんで、ひょっとしたらそのさっきも言ったように GVHD 副作用、拒絶反応というふうに言われると思います。まああれですよね、今飲んでる免疫抑制剤を少なくしているので、それによって出てる症状かと思います。まあ戦ってくれてるんでね、僕の体がこのまま戦わせて泳がそうかなと、泳がすですね、泳がしていきたいと思いますね。はい、あと質問であったんですけど、質問とかコメントで質問くださった人がいたんですけど、毎日何食べてんのというのを聞かれまして、ちょっとお答えしたいなと思います。朝はパンがゆっていうか、パン焼いて牛乳に浸して、まあ冷たい牛乳やったら口の中歯しみるから、チンしてあったかい牛乳にして食べるのと、チョコフレークを、チョコクリスピーを牛乳、あったかい牛乳で混ぜて食べてます。あとはあったかいコーヒーとか紅茶ですね、ココアとか、それもまあ砂糖をスプーン2杯ぐらい入れて甘くして食べてます。昼はチンのご飯、砂糖のご飯とかね、目玉焼き作ったり、スクランブルエッグ作ったり、ゆで卵作ったり、あとまあその以前に、YouTube でも動画で上げたおかゆとか作ったりとかしてます。あとね、野菜炒め、卵とじ、まあ卵もしっかり火通して、スクランブルエッグみたいにして
野菜炒めにして食べたりとか、夜は普通の奥さんが作ってくれる、生魚生肉以外、生卵以外のおかずを食べてます。だからまあ朝も消化にいいし、昼もその消化にいいし、夜もがっつり食べれてるんで、もんね、食べてるものは別に今のところ問題ないと思いますけども、しっかり体作れてると思うんですけども、痛みに耐えながら、まあ、口の痛みに、喉の痛みに耐えながら3食食べてます。きっちり3食食べてるんでね、問題はないと思っております。こんな感じでよろしいでしょうかね。まあ今日はそんな感じでした。本日も見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。